そしたら、黒の赤の束5枚と黒の束5枚を用意しました。はい、で、これを、まあ、1枚ずつ混ぜて、1枚ずつ混ぜて、まあ、こんな感じで赤黒赤黒って重ねていって、まあ、最終的に重なってるはずなのに、また一色に戻るっていうことでやると思うんですけど、はい、あの説明しないでやった方がいいんじゃないかな。はい、わかりました。はい、これ使っていきます。はいはい、で今こちらの、黒の5枚と赤の5枚とあります。はいはい、で、これをひっくり返して、赤のところを乗せます。はい、で数えていきます。はい、で1、2、3、4、5と。はい、で、まあ、こちらが赤です。はい、でこちらが黒。はいはい、で、まあ、赤と黒と束が5枚ずつあるんですけれど、これを赤、はい、黒、赤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 、黒、交互に重ねたんですけれど、うん、揃えてちょっと叩くと、うん、黒、黒、うまい、うん、黒になって、これは当然全部赤に。うまい。素晴らしい。すごい。全然わかりませんが、全然わかりませんがどうなってるんでしょうね。これ谷明かしをしていい。してもいいけどしなくてもいいですよ。これともう一つぐらいしかできないんですか。もう一個もう一個もう一個先ちょっと。あ、先にですか。うんうん。これちょっと技術不足なんで、もし失敗したらあれですけど、ちょっとやってみますか。はい。ちょっとジョーカーとマークドバッテリーっていうのか。手震えますね、怖いですね。緊張する、うん、これ、この間ちょっと鏡の前で練習してたら落として水浸しになってちょっとマークドしちゃってて、そしたら、じゃあカード1枚入れて、はいはい、で、これをまだ覚えていただいて、はい、ここに戻します、はいはい、で、この束を、まあ、進める、で、これを、まあ、ちょっとシャッフルするんです、で、まあ、こうやって普通に混ぜるんですけれど、まあ、ちょっとごちゃごちゃに混ぜるっていう、まあ、こういうふうにですね、上下を反転させて、上下バラバラに混ぜるっていう、ちょっとシャッフルを頼んだ人が、こういう混ぜ方をされてですね、これを初めて見るんだ、はい、だからそうすると、まあ、この場所によって、まあ、裏と裏だったり、この裏と表だったり、あとこういうふうに裏裏だったり、裏表だったりになっているので、まあ、今こう上下がすごいごちゃごちゃになっている状態なんですけど、こういうふうに鳴らすと、はぁ、すげぇ、戻ってきて、1枚だけ裏返ってます。これがおそらく選んだカード、すごい、これ時代の図は見たことあるけど、これは初めて見たんだよ。